かわいいやつ、うん、これ可愛いですよね。ありがとうございます。縁結びとね、美と縁結びの、はい、はい、美容と美芸上達。これ結果運のだるまや。何結果運って？結果を出す。へー。これがなんか温泉神社がデザイナーの方とコラボしたお守りみたいな。ここに願い事書いて、なんか携帯ケースの裏とかパソコンの裏とか好きなところに貼って貼ってやるらしいです。うん。
皆さんこんばんは、ミックです。去年の12月にフィンランドに行ったばかりなんですけれども、2023年1月入ってまだ間もないですが、早速2023年一発目の海外、台湾に行ってきます。イエーイ、めちゃくちゃ楽しみです。フィンランド Vlog で私を知ってくれた方もいらっしゃると思うので、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども、私は一昨年1年間台湾に住んでました。なので1年ぶりの台湾でとっても楽しみです。今回は2泊3日の旅程なんですけれども、旅行ではなくてお仕事で台湾に行ってきます。昨年末に台湾発の漢方のライフスタイルブランドデイリビーさんとのコラボでチャイナシューズを作らせていただきました。それがこのチャイナシューズなんですけれども、私がデザインさせていただいてデイリビーさんに作っていただきました。でこちらのチャイナシューズの発売記念で日本橋で行われたポップアップストアに参加させていただいて、そこでたくさんの視聴者の方たちと交流することができました。その時に来てくださった視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。でそしてこの度台湾の台北のアトレでもデイリビーのポップアップストアが開催されることになり、期間中の1日だけ参加させていただいてトークショーを行うことになりました。なので今回の2泊3日の台湾の旅は、台湾に行けるのもすごく楽しみですし、台湾の視聴者の皆さんにもお会いできるのを本当に楽しみにしています。前置きが長くなりましたが、そんな明日からの台湾旅の私のパッキングをこれからご紹介したいと思っています。で今回の台湾旅では、このフィンランドでも持って行ったサムソナイトのスーツケースを使おうと思っています。台湾で2泊3日の旅行なら、この小さなスーツケースでも、十分だと思うんですけれども、今回はトークショーにも参加しますので衣装を持って行ったりとか、台湾で Vlog も撮ろうと思ってるので、その撮影機材を入れたり、お土産も買うだろうし、あとは、今回トークショーの撮影のアシスタントとして、彼にも同行してもらうので、彼の荷物もこのスーツケースに一緒に入れて2人で1つこれを持っていこうという話になったので、こちらの大きなスーツケースを使うことにしました。なので2泊3日の荷物の少ないパッキングではないんですけれども、それでも、台湾の今の時期の服装だったりとか、あとは私が海外旅行にいつも何を持っていくのかっていうのを、簡単にご紹介できればと思ってますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは、パッキングしていきたいと思います。結構こんな大きな74リットルなので、これぐらい大きなスーツケースのこちらの片面に詰めていきたいと思います。でも結局2泊3日とか短い旅行でも、会社の人だったりとか家族だったりとかにお土産のお菓子買ったりとか、なんだかんだ結局荷物って増えると思うんですよね。で空港着いて、だいたい街歩きする前にホテルに寄ってチェックインできなくてもスーツケースだけ預けてもらったりするじゃないですか。これを持ち歩いてどっかこうチェックインするまでご飯を食べ歩いたりするわけではないので、このぐらい大きなスーツケースでも全然いいんじゃないかなって思います。でまず服装ですよね。1月の台湾、なんだろう、台湾ってやっぱり暖かいんですけど、でもやっぱり冬は普通に寒いんですよね。でも台湾の天気予報を調べたら、台北が週末は最高で29度ぐらいまで上がるって書いてあるんですよ。これでやっぱ暑いのかなって思って、台北に住んでる知り合いの方に今どれぐらい寒いって聞いたら、ちょっと寒いって言われたんですね。でちょっと寒いってどれぐらいって思って、で結局一昨年住んでた時に1月自分がどういう服装をしてたのかっていうのを思い出して、ちょっと服を用意してみました。まずはアウターから紹介していきます。まずはこちら、これはショート丈のダウンなんですけど、これが多分台湾で今の時期に一番ちょうどいい羽織物なんじゃないかなって思います。台北結局夜は割と寒いんですよね。なので午前中暖かくても夕方ぐらいになったらちょっと薄手のニットの上にこれを羽織ったらちょうどいい。あとはこのユニクロの軽めのダウンだったら割とこうちっちゃく畳めるので、スーツケースにも入れてもあんまりかさばらないです。もう一つ、これがちょっと暑いなっていう時、こちらもユニクロなんですけど、これは2年か3年前ぐらいの
プラス J のコラボのコートです。これは結構薄手のコートなんですけど、こういう感じでさらっと羽織れてちょっとあったかいっていう、今の時期ちょうどいいんじゃないかなって思ってこのコートも持っていこうと思います。で、そして行きの服装なんですけど、行きはこのスウェットを持っていきます。これは自分で作ったスウェットです。これを着ていきます。で、下にはデニムを履いていきます。最近よく履いてるんですけど、ヤヌークのデニムです。スウェットとデニムの上にダウンを着ていく予定です。靴がこのニューバランスの靴を履いていきます。で、そして最近よくかぶってるんですけど、頭のバケハもかぶっていきます。ミキの服装はこんな感じです。で、そしてどんどん他の服も紹介していこうと思うんですけど、まず、トークショー用の、服を持っていこうと思ってます。まあ、少し華やかな服をそのトークショーの時に巻きたいなと思っていて、まずこれ、こちらはエストネーションで購入した、この袖の部分がリボンになっててデザイン性があって可愛いトップスです。で、こちらさやかデイビスの、白のスカート、このスカートすっごくお気に入りで、すごくお嬢さん感が出るというか、ボリュームがあってわーっとこう広がっていくのも素敵ですし、このプリーツもすごく素敵です。これとトップスを合わせて、この茶色のチャイナシューズを合わせたいと思ってます。で、ちょっとこのコート含めたおしゃれ着、これはこちらの衣装ケースにまとめていきたいと思います。これが2&Flow というブランドの衣装ケースです。これにプラス J のコートとスカートとブラウスを入れて、あんまり潰さないように収納したいと思います。こんな感じかな。他にもまだ服があって、あとこれぐらいお洋服持っていこうと思います。まずは私はこうニットの中に T シャツを着て、こうちょっとニットから白 T 出すのが好きなんですけど、ユニクロで購入した丸襟の T シャツを3枚ほど持っていきます。で、あとは念のため、まあ、少し薄手の春の終わりぐらいに着るようなこの七分丈のトップス、こちらオーラリのものなんですけど、こちらとあとはタートルネックなんですけど、半袖パフスリーブの薄手のニット、これはカシミヤのニットでユニクロのものなんですけど、あれからのお下がりで、これすごく使い勝手いいので、もし暑かったら日中着るかもしれません。で、あとデニムはさっきのインディゴのデニムと同じブランドのヤヌークの同じ形の薄色味のデニム、こちらを持っていこうと思います。ヤヌークのデニム本当におすすめです。めちゃくちゃ形綺麗だし履き心地が最高です。で、あとは、日中本当に29度ぐらい暑かった場合、ヤヌークのデニムの上にユニクロの T シャツ着て、そして薄手の七分丈のカーディガンを羽織る、本当に暑かった時にこの格好しようと思ってます。こんな格好多分しないと思うんですけどね、多分そこまで絶対暑くないと私は読んでます。どんな服装をしてたかは次の台湾 Vlog で確認してください。で、あとはマリメッコのこのニットも持っていきます。あとはこちらポロのスウェットですね。すごく薄手のスウェットで、ちょっとお尻の方の丈が長くなってるデザインです。多分これが一番今の時期の台湾にちょうどいいトップスなんじゃないかなって思います。で、あとはもう一つ、こちらもポロのニットです。で、そして先ほどのトップスをこのラッシュで購入した布を使って、子供の頃結構海外旅行行く時、親がこうやって風呂敷にお洋服を包んでいた記憶があって、なんかやっぱり圧縮袋とかで持っていくのもいいんですけど、結局シワになっちゃったりするし、まあ、こんだけ大きなスーツケースだったら入るか入らないか心配することもないので、風呂敷に包んでお洋服持っていこうと思います。ラッシュって結構バスボムのイメージが多いと思うんですけど、私はいつもこういうラッシュでギフトを包む布が売ってて、それを時々見に行ってお気に入りの布があったら買ってきてインテリアに使ったり、こうして旅する時の風呂敷とかに使ったりしています。可愛いですよね、見た目が。ラッシュのこの布おすすめです。よし、お洋服を詰め終わりました。残りはもうこのスペースしかないんですけど、あとはここにスキンケアとか靴とかを入れていきたいと思います。で、まずはスキンケア類を紹介していきたいと思います。この使っているポーチは、ZARA で、このバッグを買った時に中についてたポーチです。で、中はこんな感じです。まずこちら、
これはヘアクリップですね。洗顔するときに使います。これがスキンケアを入れてるポーチです。透明のポーチは最近フライングタイガーで購入しました。この中にはだいたいいつも使ってるスキンケアのミニサイズを入れてます。こちらはビオデルマのクレンジング水です。これがダムダムのミスト化粧水、クレンジングオイルのミニサイズ、もちもちルミナスクリーム、あとは美容液は一つフルサイズのもの、これがファミュのグロードロップス、ファミュのリップスリーピングマスク、あとはこのジップロックに入れたコットンです。でちなみにこのジップロックもフライングタイガーです。であとはパックですね。一つ目がメディヒールのものと、あとは2日目がトークショーでちょっと前日にスキンケアちょっと入念に行いたいなって思ってるので、コスメデコルテのシートパック、これちょっと1枚1700円ぐらいしてちょっと高価だったんですけど、ちょっと試してみたくって買ってみました。2泊3日なので最小限かついつも使ってるものをできるだけ持っていくという感じで、トラベルサイズを活用してポーチに入れて持っていきます。こちら毎日使ってるヘアセラムです。メイソンピアソンのヘアブラシ、その他もろもろはこの同じフライングタイガーの一回り小さいサイズのポーチに入れてるものなんですけど、ダムダムのカッサですね。旅先で疲れたなって思った時にスキンケアしながらマッサージしてます。この無印の携帯用ファブリックミスト、シミ取りレスキュー、バジャーのスリーピングバームです。あとはこの中に生理用品を入れてます。これを入れていきます。で次こちら、これはもう下着とか靴下を入れてるポーチです。でこのポーチもフライングタイガーです。あとはこのポーチの中には救急セットを入れてます。痛み止めとか風邪薬とか絆創膏とか、あとはこう小さなうがい薬とか、一応何か旅先で体調が悪くなった時とか靴ずれしちゃった時とか用に救急ポーチも持っていきます。あとは靴なんですけど、もちろん息で履いていくこのニューバランスのスニーカーも履きますが、街歩き用に、さっき紹介したこのデイリリーと私のコラボの、チャイナシューズ2足持っていこうと思います。このチャイナシューズは台南で手作りされているものなんですけど、こうやって小さく折りたためてこの専用の靴袋に入れて持っていくことができるので、靴って結構幅を取るじゃないですか、スーツケースの。でもこのチャイナシューズだったらこれだけちっちゃくなるので、でこれを2つここに入れます。ぴったり。あとは台湾ではこのトートバッグでずっと過ごそうと思うんですけど、まあ、ちょっと1日目に台湾でお世話になった方とディナーを食べに行く予定なので、ちょっとディナーにトートバッグ持っていくのはどうかなと思うので、こちらのこのステラ・マッカートニーのタイニートートを持っていこうと思います。ほとんどもう入れ終わりました。あとは紙巻くので固定、コンタクトレンズはもう箱ごと入れます。でこれで2泊3日のスーツケースのパッキングは終了です。もう全然ここにスペースがあるので、このお菓子とかのお土産をここに詰めたらもうちょうどいいかなと思います。これで2泊3日の台湾旅の、パッキングの動画は以上です。参考になる動画になったかどうかちょっと不安なんですけれども、パッキング動画を見てみたいっていうお声もたくさんいただいていたので、今回この機会を借りてパッキング動画撮ってみました。明日から行く2泊3日の台湾は、まあ、お仕事で行くんですけれども、2日目のトークショー以外はフリーなので、しっかりと観光名所を回ったりはできないんですけれども、久しぶりの台湾なので台湾の美味しいものをたくさん食べて、その様子をお届けできたらなと思っています。私は一昨年1年間だけ台湾に住んでいたんですけど、彼は5年ぐらい台湾に住んでいたので、海外旅行が以前よりもしやすくなって、2泊3日での台湾旅行を計画されている方もいらっしゃると思うんですけれども、どのお店に行ったらいいのかとか、どういう風に回ったらいいんだろうっていうのを迷っている方がいたら、私たちなりのここ美味しいよ、このお土産屋さんいいよとか、このお茶屋さんちょっとおしゃれで、ここでお茶買って帰るとお土産に喜ばれるんじゃないかなとか、そういうものが私たちの中で結構あるので、それをこうギュッとまとめたものを
撮りたいねって話してるので、ぜひ台湾旅行を計画されてる方の参考になるような動画を撮れればと思っています。楽しみにしていただければと思います。では明日から台湾に行ってきます。台湾にいる様子も、インスタグラムのストーリーズで随時更新していきますので、ぜひインスタグラムもチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ミクでした。Lover and best friend, waiting for text back.